以外では釣ったことがない。おお。釣れなかったらそこ釣り堀だから釣ればいい。じゃあ今日は釣らせましょう。なんとか飽きなければ。いや最初ね多分釣れないと思うんだよね。まだ飽きちゃったらおしまいですか、ね、飽きちゃったら。しょうがない。もともと父方の祖父があの釣り師なんですよね。川釣り師で。結構あのあれだったんですけど。うちの親父は海釣りしかしない人間で。でも山に入るんだったらさ、川釣り覚えときはすげえ楽しみ増えるよ。ですよね、キャンプの時とかも。登山家の人も好きじゃん、あの山釣りっていうか。本当そうですよね、絶対できた方が楽しいな。まあでもここまで基礎ができてれば、基礎っていうかもう、ね、釣りやったことないけど、この下地が完成してるから楽っちゃ楽だよね、まあ、俺も連れてくのに、全くのど素人をさ連れてくのはさちょっと心配だけど、足元もねこれはナイキのスニーカーですとかだともうあのジャンルは違うけどさ、あのやってることが大した変わんないっていうか、なんか全然その点は安心だよね。よし、こっから準備してやっていきましょう。じゃあちょっと一息入れてください。今もう次買うとしたら GoPro だよね。あ、うん、これもう生産中止になっちゃったから。とかなんとかって。そうそう。したらキツネちゃんにはこの竿を貸そう。ありがとうございます。俺の愛用している天からゾット。マジ大事なやつじゃないですか。大事なやつだよ。魂が入った天からゾットだから。やばい。なんとかやばいもん、さすがに。釣り券はカメラに収めとかないと、たまにね釣り券持ってんですかってなんか書き込みとか。どう？とね、もっと軽く。それ腕疲れるでしょ。こう。ね、通過して、ええ、これを本当にこんな感じ。あ、なるほどなるほど。これだけ腕を畳んで、伸ばしてると疲れるから畳んで、これだけ。おお、なるほど。これだけで。いれば来るわけです。うん、いれば来る。来ないっていうことはいないんだ。ちょっとやって。なるほど。いないけどバレてるってこともあるんですか。うん。あ、こういうことですか。うんとね、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。もっと腕、こう、ちょっと、そうそう。こう、竿の弾力を生かして飛ばす感じ。なるほど。振る感じっていうかさ。あ、見た。ちょっと待って。はいはい。これを振り方を、最初あれだな。はい、ちょっと振り方をもう一回教えてもらえますか。これ、こうなんていうかな、こう糸がさ、イメージ的には糸が後ろにこう後ろに伸びきった時に前にこう軽くこう飛ぶから。なるほど。何も力いらない。キツネちゃんのはちょっと力が入ってこうなってるから、もっと軽くこうふわっとこう。なるほどなるほど。こんな感じ。まだ力入ってるね。竿の弾力を生かして、もう竿を振る感じじゃなくて、もうビヨンビヨンってこう。もっと後ろ行ってたの。うん、そうそう、糸がもっと後ろだね。こんな感じだね。いいんじゃない。だんだん良くなってきた。最初よりはちょっとためを持ってふって振る感じ。ためを持ってで、まあそんだけ飛べば、まあ釣れるっちゃ釣れるだけどね。でやっていくうちにだんだん飛ぶように、あ、これ飛ぶなっていう感じをつかんで、そういうフォームに持っていけば。わかりました。
で、竿は振り下ろすんじゃなくて途中で止める。あ、なるほど。そう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 、あ、そ、その振り幅っていうかさ、ちょっと待って、ええ、振り幅をさ、あの、こっからこれぐらい、おー、じゃあこれから、うん、キツネちゃんのはこう、こう来て、こう、こうなってるから、うん、あんまり、こう、これしか、あの、ちょっとしか竿は、あ、光ってた魂の毛まで光っちゃった。いや、頭上注意で頭上注意でこれはもう、こういう時は無理次第で、あの、切っちゃった方がいい。無理すると竿が折れちゃうから、うん、糸を引っ張っちゃって、おー、あー、これ切れるんだ。うん、これ切、あ、取れちゃった、取れちゃった、魂が乗って魂が魂だけありますね。うん、振り幅をこう、狭くで、頭上注意、うん、頭上注意で、で、上に木がある時はさ、ちょっと投げるあれも変えて、横から投げたりとかさ。あー、なるほど、臨機応変に。わかりました、うん、で、これで進んでってみるか。入れるか、うん、魚がいれば多分、来るはずだ、うん、来るはずだ。まあ、いそうだけどね。いや、なんか絶対いる感じですね。ね、いそうだけどね。よしよし、よし、これで登っていこう。はい、あれ下から行って基本下流からやる。下から回って、あそこをやってみ。あの上。あ、なんか来そうだけどね。いれば来そうだけど、いないね。ああ。いる時はこれぐらいで来るんですか？もうそれぐらいで来る、いれば。まあ、ちょっとしつこくやってもいいかもしれないけど。あそこ、木、頭上注意ないか。ないね。よし、上行こう。テンポよく行こう。ああいうとこなんかも、うん、手前の背に入ってりゃ一発で出てくるだけね。ちょっとやってみますか、うん、魚さえ出てればヒット率は高い。手前の背から行って上流す感じ、うん、結構下にもいるから、うん、頭上注意で。こっちから。うん。その辺で出ないか。よし、こっから。ああいうとこを流しててみて、小場所。ああいうとこにもいるからさ。触れるかな。ああいうとこは2、3回打ってダメだったらもう。ああ、そういうことある。うん、うん、もう、いや、そっちはもういいや。あの上。もう上に行くとこういうポイントしかないからさ。確かに。
ないか。あの奥の方はどう？いないね。上。うん。危ない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 脆いからさ、前はもっと簡単だったんだけど、これやばいね。なかなかね。どう？大丈夫そう？いけるけど。うん。あれだったらさ、こっちを高まえても来れるよ。ぐるっと。オッケおお、なんか本格的な道具が出てきた。すげえ。うん、ああ、なんかあったらね、岩取れちゃうからだ、それ。いや、すげえな、本格的なやつ。これは好感度アップだ、これ好感度アップ。降りるときもこれで降りれるんで、これぐらいだったって感じですね。おお、すげえ。いやいやいや、そうだそうだ、これはこれで進まない。これで、ずるずる落ちないように。なんかあってもね。すみません、じゃあ、こっから大丈夫。